みたいな口ぶりよ。友達じゃない、今は違う。ニッキー、奴に耳を貸すな。秘密をばらされるのが怖いの？秘密なんてない。ねえエイデン、それを信じるとでも？妹なのよ。妹なら少しは理解してくれないか？そう、兄さんの友達に捕まった上、理解しろってことね。そんな風に言われるときついな。あらあら、傷ついた？繊細だってことを忘れてたわ。その通りだ、俺はナイーブなんだ。お楽しみはそこまでだ。計画の成功を祈ってるぞ、ニッキーもな。当局は総額数百万ドルに及ぶ軍用兵器を押収しました。兵器はヨーロッパから送られ、警察は詳細を伏せながらも大規模な捜査が現在も行われていると表明しています。レッドバグに託すリスクはあるが、奴はカモだと直感した。手にしているものは少ないが失うものは多い。簡単におじけづく。野心はあるが怠惰。まずは奴の自宅だ。携帯に侵入して全ての会話を録音しよう。
ゲストに連れてってくれるはずだろ。なんだい、そんなに大事な用事なのかい。仕事だよ、おばあちゃん。仕事に着いたんだってね。どうして言わなかったの。そうじゃなくて。ああ、わかったよ。そりゃタイローンじゃなくてベッドバグの仕事だね。ばあちゃん頼むよ。ベッドバグなんてダメダメだよ。そんなことない。俺はやり手さ。なんだって。ベッドバグはどんな女でも落とせるぜ。最悪だね。もう少しまともに育てたはずだよ。ああ、すぐ行く。ばあちゃん、もう行くよ。愛してる。愛してるよ、バカな坊や。何かあるはずだ。どんな悪が出ることやら。闇を探してた。イラクの耳に入れば奴はどこかに埋められるだろう。
なくても。どうも気に入らねえ。一帯を封鎖して警察と名乗るなんてな。どうせ連中はもう来ねえ。ここにはな、誰もここには手は出せねえ。信じられねえ。連中は明け渡したんだ。今や俺たちが警察だ。お前にはしゃぶる権利があるぞ。バカかてめえは。お前には黙ってる権利もあるぞ。お大概にしてるな。法は尊重しろ。まだガキだったってのに母親の前で撃たれた。ガード。ああ B。 暗証番号も。ああ中だ。イラクの取り分は。イラクは心配しなくていい。ハウ。封鎖して警察と名乗るなんてな。どうせ連中はもう来ねえ。ここにはな、誰もここには手は出せねえ。信じられねえ。連中は明け渡したんだ。今や俺たちが警察だ。お前にはしゃぶる権利がある。一帯を封鎖して警察と名乗るなんてな。どうせ連中はもう来ねえ。ここにはな、誰もここには手は出せねえ。信じられねえ。連中は明け渡したんだ。今や俺たちが警察だ。お前にはしゃぶる権利がある。おいバカかてめえは。お前には黙ってる権利もある。大概にしてよ。法は尊重しろ。まだガキだったってのに母親の前で撃たれた。ガード。ああ B。 暗証番号も。ああ中だ。イラクの取り分は。イラクは心配しなくていい。
ダビッド、どうした？いい情報があるんだ。マジで。なんだ？言ってみろ。ここじゃダメだ。会って話そう。今金は持ってるか？いつもない。なぜだ？こいつは金がかかる。だがその価値はあるぜ。どうだかな。お前の命の恩人だ。協力するならさらに助けてやる。ブリックスとは何だ？ここから逃がしてくれたら教えてやるよ。いいだろう、よく見てろ。やられてたまるかよ。冗談きついぜ。早くしろ。了解。移動する。
ベッドバグを殺せと命令した。先回りしてその連中を始末しなければ。雑魚たちはイラクにとって何の意味も持たないが、ギャング内に弱者の居場所はない。こういうことは何度も見てきた。役目を果たさなければ立場が危うくなる。だがベッドバグがそれを切り抜け実力を示したなら、イラクは面目を保てるだけでなく、このガキを受け入れ自慢するだろう。ブツブツ言ってやがった。お前は全部間違って、やつはカモで仕組まれたんだってな。わーわーうるさくてたまらん。やつの膝に何発かぶち込んでいいか。いや、ダメだ。つまらんやつだ。もうお前の頼みは聞かねえぞ。実は頼みがあるんだろ。奇襲を計画してる。爆薬を用意してもらいたい。できるか。俺にできないことなんてない。問題はやる気があるかだ。待てよ、こいつはいい。かわいい坊やたちを連れてくよ。後でな。